皆さんこんばんまる、あーいえばまるまるです。今回取り上げるのは和歌山毒物カレー事件。夏祭りで振る舞われるカレーに猛毒のヒ素を入れたとして死刑判決を受けた林真澄。果たして彼女は本当に犯人なのだろうか。どのようなトリックを使えば他の人にも犯行は可能になるのか。今回はそこに重点を当てて考察します。もし考察の内容になるほどと思ったとしても決して実行はしないでください。それでは最初に事件概要を見ていきましょう。和歌山毒物カレー事件は1998年7月25日に和歌山県園部で発生した毒物混入無差別大量殺傷事件。夏祭りで提供されたカレーライスに猛毒のヒ素が混入され、カレーを食べた67人が急性ヒ素中毒になり、うち4人が死亡した。容疑を向けられたのは主婦の林真澄で、連日報道陣が彼女の自宅を囲った。さらには事件の直近に保険金目的でヒ素を使っていたため疑いが深くなる。この事件を受けて給食でカレーが出なくなった地域もあったらしいが、自分の学校ではそんなこともなく何も気にせずに食べていた記憶がある。午前中にカレーの調理が終わり、正午からカレーの見張りが始まる。見張りをする理由はガレージに鍋が置いてあるため、猫やカラスがいたずらしないようにするためと考えられる。鍋の数は4つで、ヒ素が入れられたのはそのうちの1つと見られている。午後0時20分から午後1時までの間、林真澄がカレーの見張りになる。その間1人になる機会があったのが彼女だけというのが警察の言い分で、実は他に人がいたとの情報もあるが、今回はその点については言及しない。午後3時頃、ガレージから祭りの会場となった空き地にカレー鍋を移す。午後5時頃、カレーを温め直し、1時間ほど入れ替わり立ち替わりでカレーの鍋をかき混ぜる。午後6時頃、カレーを提供し始める。その後カレーライスを食べた人たちが次々と腹痛や吐き気を訴え出す。異変に気づいた者がカレーストップと祭りのスタッフにそのカレーライスを出すのをやめさせ、一連の嘔吐がカレーによるものと発覚する。事件翌日は集団食中毒と報道され、さらに事件の2日後にはカレーから青酸が検出されたため事件ではないかと報道された。最終的には症状などからヒ素だと断定され、青酸という言葉は運算無償した。1998年10月4日、知人男性に対する殺人未遂と保険金詐欺の容疑で、元保険外交員で主婦の林真澄が夫の林健二と共に逮捕される。その後は勾留期限ギリギリで容疑を変えて再逮捕という流れを繰り返し、最終的に12月29日、林真澄は殺人と殺人未遂の罪で和歌山地方裁判所へ起訴されることになる。2002年12月11日、和歌山地裁で開かれた第一審判決公判では、林真澄によるヒ素混入と殺意を認め、下された判決は死刑。林は判決を不服として即日控訴。2005年6月28日、控訴審判決公判でも、カレー事件の犯人であることに疑いの余地はないと、第一審の判決を支持し、林側の控訴を棄却。林は即日最高裁へ上告するも、棄却される。2009年5月19日、判決の訂正の申し立ても棄却され、林真澄の死刑が確定し、戦後日本では11人目の女性死刑囚となった。ここからは、林真澄以外で誰がどうすればヒ素をカレーに混入できたかを考察していく。警察が彼女を犯人と決めつけた理由はいくつかあるが、もし他の人物でもヒ素を入れることが可能ならば、彼女を有罪とする根拠はなくなるはずである。カレーにヒ素が混入されたと見られているのが、林真澄が見張りをしていた時間から祭りまでの間とされている。その間、林真澄が見張りをしていた午後0時20分から午後1時までの間のみ一人になる機会があり、彼女しか犯行は不可能というのが警察の言い分である。ということは、当たり前のことだが、カレーが出来上がった時点ではヒ素が入っていなかったということで、完成後に味見をした時点でもヒ素が入っていなかったということになる。そしてガレージで林真澄が見張りになった時以外は、
誰も一人になることもなく、手元が見えない状態で鍋の蓋を開けたり、鍋をかき混ぜるなど怪しい素振りをした人物はいなかったということになる。しかし、これがもし見張りが始まる前、味見をした時にすでにヒ素が入っていたとすればどうだろうか。もちろんヒ素がそのまま入っていれば、味見の際に異変に気づくはずなので、正確には入れ物に入ったヒ素で、それが入れられたのはカレーが完成し味見をする直前。入れ物といってもカレーにはヒ素以外の異物は混入されていなかったので、使われたのはカレーに使われた食材。カレーに沈めなければならないため、入れ物となったのは食材で最も比重が大きいもの。その入れ物はおそらくじゃがいも。じゃがいもの中身をくり抜き、その中にヒ素を入れ、空間部分には茹でてこねたじゃがいもを詰め、できる限り重くする。その後くり抜いたじゃがいもで蓋をすると、ヒ素の入った次元装置が出来上がる。ヒ素の量を多くしすぎると鍋で浮いてしまうため、いくつかに分けて投入した可能性もある。これを隠し持っていて、調理後にこっそりカレー鍋の中に入れておけば、熱でだんだんとじゃがいもが柔らかくなり、祭り直前に再び加熱され、カレーがかき混ぜられる際に完全に形が崩れ、ヒ素がカレーに溶解する。カレーは午後5時から1時間ほどの間、入れ替わり立ち替わりで混ぜられていた。これだけ混ぜられていれば、ヒ素の濃度はある程度一定になりそうだが、ヒ素が入っていたジャガイモのかけらを口にしたとすれば、他の人より致死量に近いヒ素を摂取してしまうのではないか。ヒ素入りジャガイモの蓋の隙間から多少ヒ素が漏れるかもしれないが、混ぜなければそこに沈殿しているはずなので、それまでは誰かが味見したとしても、ヒ素中毒になることはなく、証拠も残らない。これだけの人数分のカレーなので、ジャガイモが多少増えたところで怪しまれることもない。カレーが完成した後、皆が他人の行動を監視しているはずはなく、ヒ素入りのジャガイモをカレー鍋に投入する機会は十二分にあったはずだ。そもそもカレー完成後に味見をした際に何も症状が出ていないので、それ以前の行動は怪しまれることもなく、捜査の対象にもならず、詳しく調べられることもない。もしかしたら犯人は次元装置の入ったカレー鍋の味見を誰かに促し、その時点ではヒ素が入っていないと周囲に確認させたかもしれない。こう考えれば、カレーの調理に加わり鍋に近づくことができる人間ならば、誰にでも犯行は可能ではないか。皆さんはジャガイモ次元装置どう思われますか？この事件については、近所の少年がいたずらでやった説や、自助犯人説、カレー事件のヒ素の鑑定に関わっていた研究員が別の事件で証拠を捏造していた件など、いろいろありますが、これらについてはまた後の機会に取り上げたいと思います。この度チャンネル登録者数が5000を突破しました。動画を見てくださった皆様、本当にありがとうございます。マイペースですが継続して頑張っていこうと思うので、これからもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。